そういえば、高谷が元気になったのも全部阿部先生のおかげなんだよね。あ、噂をすれば影だ。阿部先生、廊下の向こうから阿部先生がやってくる。こないだはありがとね、先生。何のことだ。ほら、いろいろと助言してくれたじゃないですか。そらっとボケたように首をかしげるけれど、それは多分大人の男の人の謙遜ってやつなんだろうね、きっと。ん？これダー抜けてない？んとロの間にダー入るよね。先生って結構シャイなんだね。めんどくさがりの阿部先生、時々厳しい阿部先生、それでも最後の最後ではとっても頼りになる私たちの先生。転校した先でこんないい先生に会えた私はすごく運がいいんじゃないかな。そうだね。つい頬が緩んじゃったのはそんな感謝の気持ちからなのに、阿部先生ってばやっぱりどこまでもそっけない。気味の悪いやつだな。ひどい。朝っぱらからわけのわからんこと言ってないで、とっとと教室に入れ。ホームルーム始めるぞ。はーい。え？やったなあいつ。絶対前回の阿部先生は打滑だよ。うわ、やられたわ。はーい。でも本当に感謝してるんだよ先生。あれ先生じゃない。なんだあいつ、頭に春でも来たか。違います。だからそういうろくでもないセリフは聞かなかったことにしてあげる。おはよう、トーマ、ユウト。おう、おはようさん。おはよう。おう、朝から無駄に元気だな。そうかな。無駄っていう言い方はないだろ。そんなに浮かれて見えるのかな、私。ユウトにだって言われちゃうくらいだし。まあいっか、機嫌いいのは本当だし。最近さ、お前高谷と一緒にいること多いよな。そうだね。さっきも廊下で一緒なのを見えたぞ。そう？ああ、そういや、ずいぶん仲良さそうにしてるよなお前ら。友達なんだよね。あの気難し屋と一体何をどうやったらまともに話とかできるんだよ。まあいろいろと。どうやってって言われても説明に困る。正直全部打ち明けるわけにもいかないし、ちょっと恥ずかしいこともしているし。努力と根性、それと度胸。は？なんだよそれ、意味わかんねえっての。私も。ま、別にお前が誰と仲良くしようが知ったこっちゃねえけどな。そう？おい、そこのサンバカ。サンバカって、え、私も含まれてるんですか？いつまでもくっちゃべってないで、口閉じろ。もうホームルーム始まってるぞ。はーい。はーい、すみません、すいません。叱られて、ちょっと首をすくめたけれど、なんだか気持ちがそわそわ落ち着かない。放課後が待ち遠しいのかな、私。阿部先生の全体連絡も耳を右から左に素通りしてる感じ。ん？何？視線を感じて横を見る。トーマからだ。何、トーマくん。なんだろう。何？って顔をして私が視線を返すと、トーマはなんか気まずそうにそっぽを向く。どうした？あ、もしかして私と高谷くんが仲良くしてるのがそんなに気になる？トーマくん？どうした？え、もしかして嫉妬？どっちに？高谷くん？それとも私？もしかして高谷と仲良くなったのが気に入らなかったり？まさかね。トーマってそんな風に他人のこと妬むようなやつじゃないし。
それじゃああれかな、最近部活の方ちょこちょこ休みがちな件かな。思い当たる中ではそれが一番ありそうな気がする。いや前者だと思うな。ごめんねトーマ、サボっちゃって。でも私この学校にいられる間は剣道部よりももっと高谷くんと一緒にいたいんだ。お邪魔します。ああ来たな。来たよ。あれからというもの高谷の仕事が暇な時は生徒会室か図書室で待ち合わせしていろんなことを話すのが習慣になった。そういう時は申し訳ないけど剣道部の方はお休み。気が引けないでもない。でも今の私には高谷と一緒に過ごす方が自然なんだもの。何？付き合ってんの？二人。私が知らないとこでどっちかが告白して。そういえばさ、高谷って昔トーマと一緒の道場に通ってたんだって。お、聞けるか？兵道から聞いたのか。うんうん。他人の過去細かく蒸し返す気はないけれど、そればかりは前から気になってた。もうやらないの剣道？ああ、そのつもりはないな。そうなんだ。実は君が来る前に兵道から剣道部に誘われたことがあった。へえ、そうなんだ。どうしたんだろう、高谷の声のトーンが少し下がった。公式試合に出るにはもう一人腕の立つ選手が必要だと言ってね。ああ、高谷ってそんなに剣道強かったの？だって高谷ってどこからどう見たって分離系のイメージ。しないと防具で身を固めてバチバチやり合っているところってちょっと似合わない。そうだね。そして剣道のあの独特な大声、面とか銅とかっていうあの大声出せるのかな。いや案外似合ってるかも。こういうタイプが剣の道に汗を流してる姿っていうのもそれはそれで意外性ってことで。兵道とは確か通算14勝41敗だったから。よく覚えてるね。数だけ見れば高谷が負けっぱなしにしか見えないけれど、それ実はすごくない？トーマとは真剣に立ち合わせしたことないけれど、彼の剣道の実力って相当なものだと思う。そのトーマからそれだけ勝ちをもぎ取ってるってことは、高谷もかなりの剣腕持ってるんじゃないの？てか昔の試合の通算記録そんな風に細かく覚えてるって高谷らしいっていうか。それともこれって高谷の負けず嫌いの側面？へえ、かなりすごいじゃない。ユートだってトーマ相手にはまだそこまで勝ててないよ。あくまでお互い小学生レベルの話だ。いやそれでも今の僕じゃ兵道とは何度手合わせしたって一生だってできやしないだろうね。まあブランクもあるし、トーマくんも強くなってるもんね。それでも部に誘われたんでしょ？ただ単に昔やってたからというだけだ。あ、そっか。それだけでも今の1年生よりはマシだとそう考えたんだろうな。まあほとんど初心者が多かったんだっけ。それにもしかすると例の3年生に対する牽制の意味合いもあったのかもしれないな。あーないない、トーマってそこまで物事深く考えてないから。辛辣だな。君もなかなか言うようになった。だが確かに言う通りだな。そう？笑ってるよ。変わったね高谷くん。ふっと
吠えむ高屋に釣られて私も笑う。多分君の毒舌が映ったんだよ。僕はただ物事を客観的に述べているだけで、別に毒舌というわけでは。いや、そうなのかもしれないな。もうどっちなの？それで今こうしてるってことは断ったんだよね、誘い。ああ。高屋の微笑にほろ苦い色が重なっていく。声だって沈んだ感じになる。さっきよりも重いトーンに。そんな無駄なことに費やす時間はない、と、そう答えた。そうだったんだ。剣道が無駄？そうかな。確かに高屋くらい頭が良ければ勉強に時間を費やすべきだって考える人は多いと思う。でも剣道に限らず、体を使うことで体力をつけて精神を鍛え、障害や己に打ち勝つよう自分を磨き上げる。それは将来社会で働いたりするときにも決して無駄になることじゃないと思うけど、また逆に武の心とか技の理念とか理解するには体の力を鍛えるだけじゃダメだっておじいちゃんから聞いたことがある。学問することで知性、教養を身につけることも大事って。文武両道、よく聞くこの言葉の本当の意味は、文と武がお互いに補い合って自分を高めていくことなんだって。だから高谷、うん？これ高谷くん？高谷君？どちら？多分あれだな、ずっと呼び捨てだったから君だと思うんだよね。だからなんかややこしいな。はい、テクス。だから高谷、君みたいな人こそ本当は武道やるべきなんじゃないかな。おせっかいっぽいけどね。本当に無駄だと思ってる？今でも？思わずそう聞かずにはいられない。だって本当に無駄って思っているなら、そうやって切り捨てたものなら、こんなに暗い顔になるのおかしいもの。三代家の後を継ぐ者には不要だ。三代家と、そう言われた。やっぱり親か。親の反対か。僕には寄り道などしている暇などないのだと、中学に入った時に父に言われた。あ、口では父って言ったけど、文字ではテキストでは義父って書いてある。後継ぎとして家に迎えたからには、役割に必要なこと以外は一切するな、そう厳命された。これさ、かなめちゃん、私は知ってるけど、たかやくんはさ、養子って言ってたじゃん。かなめちゃん覚えてるかな？迎えたからにはってどういうこととか次出ないかな。それ以外はただの寄り道、いや人生の脱線だと思って。硬すぎない？そういえば高谷って養子なんだっけ？あ、覚えてた。それも兵道から聞いたのか。うん、東馬も噂で聞いただけらしいけどね。それにしても何？ごめん、まず謝っておくね。ああ、過去のことを蒸し返しちゃったから。ん？何だ？いろいろ。私、君のお父さんのことひどい人だって思う。待て、君にそこまで言われる筋は。うん、だから人のお父さん捕まえて言うのも失礼だから、初めに謝ったんだってば。うちもね、古い家業を代々続けてきた家で、子供は私だけだけど、おじいちゃんは私の好きにしろって言ってくれてるよ。あのさ、お父さんお母さんはどうしてるの？もしかして亡くなったってことない？いや、いるよね。もちろん
内心じゃついてもらいたいって思ってるの見え見えなんだけど、おかげでこんな男装なんかして男子校に乗り込む羽目になったんだけどね。それでも強要とかはしてきてない。私が嫌だって言えば理事はしないもの。残念だが君と僕とでは根本的な立場が違うよ。まあそうだね。僕は父の仕事を継ぐために今の生活が許されている。お父さんどんな仕事やってんの？世の中の親子関係というものは君のところのように寛大なものばかりじゃない。それはそうだよ。十人十色だよ。いろんな家系あるよ。家系？家庭？いろんな家族の形があるよ。それはそうなんだけど、でもね、だったら剣道のこと、ううん、それ以外のことでも諦めるって言うんなら、君自身の意思で諦めるべきなんじゃないかな。誰かに言われたからじゃなく、下手に未練を残したら辛いだけだよ。君自身はどう思ってるのさ。本当にそれで納得してるの？本当に納得してるんだったら多分こんな話題口にもしないはず。だから私は高谷に問いかけずにはいられない。正直わからなくなった。剣道をやりたいのかやりたくないかってこと？使い古された言葉なら父の敷いたレールに乗って家を継ぐべきなのかどうか。うん。そして継ぐとしても父の絵図面を完遂するだけの機会に徹するべきなのか、そこに自分の意志を介在させるべきか。うん。正直少し迷いが生じている。高谷くん、そんな考えはずっとただの甘えだと思っていたが、今は何か変わった？それをはっきりさせない、そんな曖昧な意識ではたとえ父の仕事を継いだところでストレス溜まっちゃうね。きっとろくに使い物にもならないだろうな。まあそうだね。苦笑するでもない、自分を貶めるでもない。ただ高谷は自分の認識が変わってきたこと、正面から受け止めようとするようになってきたんじゃないかな。本当に変わったよ君は。本当そうだよ。そして私もさ、今までなんとなく家のお仕事の勉強をしてきて、そのうち継ぐことになるのかなって漠然と考えてたんだけど、それでいいのかなって今少し迷ってる。陰陽師として後を継ぐことになるかどうかなんて深く考えずに何の気なしに海馬の修行をしていた。私がなりたいものって何？タイマシ？それとも他に何かあるのかな？小さい頃の将来の夢は何？もしかしておじいちゃんみたいなタイマシになるとかって言ってたのかな？本当は何になりたいのかまだ全然分かってないって気づいたんだ。そういうのを世間ではモラトリアムというのだ。モラトリアム？モラ、何それ？肉体的、精神的に成熟しておきながらまだ社会的責任を果たさず猶予期間に甘んずることを言う。そうなんだ。でもさ、そのモラトリアムの間に自分で考えてそれで進む道決めるんだら、それはきっと無駄な時間じゃないよね。そりゃずっと決めないでいるなんて、ずっと決めないでいるなんてわけにもいかないだろうけど、人間はさ、自分がなりたいものになっていいんだよきっと。そうだね。どんなに無理難題なものもあるかもしれないけど、時間をかけてやったり数をこなしてやったらきっと成果も出ると思うし、きっと周りも分かってくれる人もいると思うよ。もちろんその選択の責任は自分でしっかり取らないといけないけどね。自分のなりたいものか、今
今までそんなこと考えたこともなかった。そうなの？自分がどんなものになれるかなんてことも考えたこともなかった。そうなんだ。小学校の作文になかった？将来の夢とか。ただ自分が自分であるためには父の言葉を忠実に実行するしかないのだと、そう思っていた。それはもうね、お父さんの操り人形になりかけてるよ。いや、なってたかもしれないけど。別にさ、タカヤが家を継ぐのがダメなんて言ってないんだ。でもさ、同じ継ぐとしたらちゃんと納得してさ、自分の意思で進みたいじゃない。はじめは親に押し付けられたとしても、最後にそれを選んだのは自分だぞって胸を張って歩き続けられるようにさ。胸を張ってか。うん。兵道に謝罪しなければな。え？え？どうしてそこに話が戻るんだろう。あいつが部に入ってくれと言った時、そんな無駄な時間はないと言った。あ、自分の発言にちょっとあれか、言葉が出てこない。自分の発言を恥じるようになったかな。そして市内で殴り合うなど、所詮子供のお遊戯だとまで言った。それは言い過ぎだよ。全国の市内やってる人に謝った方がいいよ。あいつなりの拠り所、あいつが胸を張って進んでいる道を僕は侮辱したのかもしれない。高谷くん、そっか、怒ったでしょ、トーマ。もちろんだ。あいつがあれほど激高したところなど、それまで見たこともなかった。あ、もしかしてこの時なのかな。サイの石のところで、トーマくんがミシロくんじゃなくて高谷くん、どっちも合ってるんだろうけど、そこ殴っちゃって高谷くんが頭ぶつけて、サイの石がコロって落ちちゃったとか。あのね、トーマくんルートを思い出すと高谷くんのことミシロくんって言いそうになっちゃう。言っちゃったんだけどね。当然だが殴られたよ。やっぱあの時でしょ、トーマくんルートの。うわ、でも目に浮かぶよ。ついしょっぱい顔になった私に高谷はまた苦笑する。でもそれが嫌そうな顔じゃないの。それどころか思い出したのが嬉しいような。なんで音楽消えたの？そう、殴られれれれれって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 。どうしたの高谷くん、なんか壊れたおもちゃみたいになってるよ。高谷、急に何の前触れもなく、その突然なのがひどく不気味で忌まわしい。高谷の声が急に壊れたラジオか何かのように震え始める。高谷、どうしたの？なんでもない。少し頭痛が。ああ、大丈夫だ。大丈夫？やっぱりサイの石を思い出すと頭痛が起こるのかな。めまいを払うように軽く首を振って、まだはっきりしない目つきをしてる。でもそう思った時の高谷の声はいつものしっかりした声に戻ってて、ああよかった、本当に大したことなさそう。ほっと胸をなで下ろす。なで下ろしたら何？何これ、ブーン。いやいやいや、何が起こったの？これ私の画面が悪いわけじゃないですよ。あのゲームがこんなことになってます。何が起こった？キー充満してない？あ、と高谷の姿が今度は声だけじゃなく霞み歪んで、何が起こった？今度はまるで壊れたテレビの画像のように。高谷、何でもないってことはないって。
徐々に戻ってきてはいるけれど、この気は前の君と同じように、前よりもひどい、ずっとひどい。影が消えていく。僕の影が。また？震える声、耳にしただけで涙がこぼれそうなくらいの痛々しく絶望に満ち満ちた。なんで？ねえ、どうして？今になっていきなりひどいよ、解決したって思ってたのに。もしかしてサイの石を思い出そうとしたらまた影がなくなっちゃうとか。将来のことを思い描いていた私たちは再び闇の中へと突き落とされた思いで、もうお互い言葉を続けることもできず、もうどんな言葉も虚しさの前に消えていくばかりで。